石原でございます。今日は東日本のジュニアヨットの少年少女オープンヨット大会、大勢の選手の諸君、またご父兄の皆様、山のここまでお出ましをいただき本当に感謝をしております。ぜひ皆さんも日頃地域で練習している成果をはっきりと出していただき、今日引率をしてくださっている監督やコーチ、またお父さんお母さんにありがとうという気持ちを表していただきたいと思います。堀内光一郎様、竹下雄二様、林美希夫様。先生、日本一の富士のふもと山の子にもお空が来て、ヨットを走らせる良いシーズンになりました。お面を渡る風をセールいっぱい抜け、ヨットと一体となって競技することを誓います。5月のゴールデンウィーク、山中湖は大変素晴らしい天気です。今日から東日本少年少女ジュニアヨットオープン選手権が開催されます。私は会長させていただいておりますが、今日も元気なちびっ子たちが山中湖に出かけていっております。今日は大会を実際に運営をしてくださっております副会長と専務のお二人にお話を聞かせていただきたいと思います。まず副会長、今年の大会はどうでございますか？はい、大変たくさん集まりまして、特にご父兄がたくさん来ていただいて、いかに関心があるか、子どもたちのヨットがいかに関心があり大切かということを感じました。専務、今年はオリンピックイヤーでもあるわけですけれども、今日集まっているちびっ子から将来のオリンピック選手が誕生することは可能でしょうか？可能です。これからまだ練習を積んでですね、夏の大会もやりますし、夏の大会はオリンピックのトレーニングセンターになっているところです。これからいい選手が出てくると思います。役員のお二人の方に話を聞きましたけれども、このような素晴らしい子どもたちを育てようという方と、熱心なご父兄、そしてやる気のある選手がいるから、この競技は続いているんだと思っております。